にも止められはせん。曹操はこちらを完全に包囲するつもりですな。ふん、構わん。今度こそ俺がこの手で息の根を止めてやる。なりません。また腐敗をなめることになりますぞ。我らがなすべきは城の利を生かし敵を誘い込むことです。援軍を演術に求めます。さすれば強撃がなり我らが優位に。玉殿、策も援軍もいらん。俺はこの力で全てを打ち倒す。父上。すでに。ふん、城に門を開けろ。天下をつかむのはこの両方戦だ。開門します。策も援軍も必要ない。敵は全て俺が蹴散らしてやる。敵の上、おそらく何かの策かと。ここは慎重に対処すればなりますまい。目ざ子ども、来やがれ。お前なんざひとひねりだ。
なんざひとひねりだ。俺こそが最強。思い知ったか。これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったぞ。で負けるわけにはいかぬ。侵入しようか。兵糧庫と武器庫に敵が接近中。家計部隊のようです。下手な動きは命取りとなりますよ。今は城から動かぬ方が良いでしょう。角殿が動きましたね。学文献中枢への一番乗りを目指します。俺こそが最強。気は進まぬが、俺も我が子陽のためだ。よくよ、この炎航路が加勢しよう。魚霊騎よ、この炎陽が助けてやろう。この死地を出し得たならば、俺の妻となれ。すべて打ち砕いてやる。よし、そろそろ出番だな。まるで負ける気がしないぜ、俺。デンレー、兵糧庫に敵の家計部隊が侵入。兵糧がすべて燃やされてしまいました。ノリ、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったぞ。父上、お見事でございます。やれやれ、力も案外しぶといな。まあ、これが行きゃひとひねりよ。ここまで敵が侵入してくるか。他の戦線はどうなっておるのだ。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。死ねざ子ども。今日はダメだ俺。調子いい時にまた頼むわ。
これで守りきりましたな。では城門を閉じ敵の侵入を防ぎましょう。城内に気を取られてくれて嬉しいよ。おかげで水系がうまくいきそうだ。川の水だ。これじゃ城が沈んじまう。水とは予想せなんだ。この新高台がいながらなんということか。いやいや、取り出しては俺だ。今は敵を迎え撃ち、体勢を整えない。さあ、来やがれ。お前なんざひとひねりだ。これで勝ったと思うなよ。敵将、撃ち取ったぞ。このまま呂布に付き合っても沈むだけだ。なあ、呂布の首を見上げに早々に下るぞ。壁があるから水が溜まる。ならば壁を取り払えば水は引くな。早く壁を壊せ。グズグズするな。呂布殿、壁は我らを守るもの。それを除く意味はお分かりなのか。不審な兵を発見した。私が迅速に排除する。いい邪魔をするな。貴様らは俺がなぎ倒してやる。ああ、敵だ。敵が来た。壁壊してる場合じゃねえ。ああ、助かりました。よし、みんな作業に戻れ。壁もだいぶ崩れた以上、最後は俺が叩き壊してやる。引いたな。くだらん策で煩わせおって。呂布は本当に無理なのか。あんなのに勝てるはずがねえ。
そうそうよ。もう小細工の終わりか。ならば俺が行って貴様の首を取ってやる。メザゴども、彼の血を攻め、俺を接収する。よっせー。父上、お見事でございます。気は済んだか、呂布よ。貴様の乱世はここで終わるのだ。呂。呂布殿、
私の策に、策にさえ従っていただけていれば。策だと？策など、俺の部の邪魔をしただけだろう。邪魔とは随分な物言いですな。策を聞く耳さえ持っておられれば、負け戦などなかったでしょうに。やめられよ。お二人とも矜持を損なわれるな。座教は終わりか。では貴様らに問う。わしに仕え、我が波動を支える気はあるか。当宅一人も殺せなんだ男の道、なぜ支えられましょうや。逆に曹操殿が私の道を支えるのであれば、手を貸してもよいですがな。棒に散る男の軍師として名を残すと、この鎮光台、生涯の不覚だが、その防衛とも今日ここまで。来世こそは必ず我が地を天下に轟かせん。敗将には語るべき何事もなし。敗将とは笑わせおる。貴様は呂布の部を追うだけの男、いまだ何者でもないわ。わしの戦場で戦い、部を求めよ。死にたくばそこで死ぬがいい。連れて行け。そうそう、貴様が俺を使うだと？ふざけるな。わしでは不服か。劉備、お主が呂布を使ってみるか。生かせば乱世は深まるでしょう。聞いたか、貴様はここで死すべき男よ。貴様らごときが、俺は最強の呂布戦だ。よかろう、それは覚えておいてやる。さらばだ、乱世の鬼神よ。